皆さん、こんにちは。ネットビジスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいます。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年5月の23日月曜日ということになりますが、今日はですね、初めてのサービスを紹介したいと思うんですけど、といってもですね、 結構有名なサービスなんですが、それはね、何かというと、こちらのサービスになります。ご覧いただきたいと思うんですが、どうぞ。はい。GMO がやっています g o o p e というサービスなんですね。このサービスは、商工会さんが、実は g o o p e さんを推奨していまして、まあ、というのは GMO さんと商工会さんがまあ提携をしていましてですね。 えー、商工会さんの会員さん向けのホームページだったら、グーペを使うと無料でホームページができるという契約になっているんですね。なので、通常私たちが使おうと思ったら、ここに書いてます。えー、例えば、プラン料金とか見ていきますと、まあ、月1100円かかるものからしかなくて、無料版っていうのはないんですよね。で、これを商工会さんの方が、まあ、 あの、チームさんと契約の中で、まあ、負担していらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、無料で使えたりするというサービスがあります。このサービスについて今日はですね、ちょっと実際にどんなことができるかってことで、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、で、まあ、あの、最初だけね、この無料のお試し15日間っていうのがありまして、で、こう、すべて支払い手続き不要で、すべての機能が利用できますっていうのがありますので、 まあこれでね、えー、どんな感じかってことで作ってみたいなっていうふうに思っています。でね、あの、ま、いろんなこの機能のこの説明とかもあるんですけど、独自のメインが取得するとかってあるんですけど、まあ、この辺はですね、またぜひ皆さんですね、比較してみていただければと思うんですけど、まあ、言えることは無料版はないということなんですね。なので、えー、無料版を使いたいんだったら、商工会さんに入会した方がいいということです。<laughs> 商工会さん、もちろんお金かかりますけど、あの、このお金を毎月払うこと考えと、 あれば全然安いと思いますので商工会さんね地元の周りの商工会さんの方にぜひですね入会してあげるといいんじゃないかなと思っていますではですね今日はこれ実際に僕がまだね1回も触ったことないんですけどそんなね初めての方でもどんな風に触れるかっていうことをですね紹介していきたいと思いますではですね早速やっていきましょうこちらからご覧いただきたいと思いますどうぞ はい。まずはですね、ホームページを作ってみるというリンクから進んでいきたいと思うんですが、はい。えー、ホームページを作ってみるですね。はい、進んでみたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、 月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただければ見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、そしてデイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。 どうぞ